ざいます。お疲れ様です。よし。は、初見だね。そうですね。まだイケメンや。マスク取ってや。おい、これ。イケメン。なんなん、社名が？ビソ嵐です。ビソ嵐で、はい、ビソ嵐じゃないんだよね。そうです。ビソ嵐な、何なの？ビソになるのか。ビソじゃないです。あ、そうなの？美装で美装嵐じゃない。違います、大橋塗装です。あ、大橋塗装か、はい、親父が、あ、じゃあ早速もう親父がすごく気になってるもんね。ちょっとまたイケメンお父さんね。緊張する？そうですね、緊張しますね。ダメだお前。やるな。彼の仕事で許して何言うなんねや、はい、こっちじゃ俺も漏れるわ。いや、むしろもっとやれてる。もっとやるじゃねえよ。ここは美装嵐、あの、まあ視聴者で見たことあるけど、1回だけ動画出たんだね。そうですね、はい、あの、ハンダだったっけ、あれ、ハンダね、はい、ハンダの現場で、はい、まさかのいきなりちょっとヘルメットかしらせると、本当にバーン殴ってきて、殴ってましたね、僕あれ編集してますね。で、まあどれぐらいだ、もう来て、うちから、うちの仕事、半年以上は経ってると思う。経ってるよね、今年の2月からなんで。うん、まだ24歳、はい、うん、だけど、ようやるわ、もう本当に噂よう立ってる。で、まあ素直だしね、はい、値段もね、協力してくれるし、はい。そう、はい、もう俺は本当にコンタクトそうないよね。そうですね、はい、まあ、動画撮る時ぐらいだけど、はい、まあね、やっぱいい職人さん映したいじゃん、はい、で、まさか今日来たら、まあ一人じゃなく、はい、これなんと、はい、弟。弟です。な、名前なんちゅうの？はライです。ライ、はい。またキラキラネームかよ、これ。お父さん。お父さん、あそこにおる。またお父さんもイケメンになるな。かっこいいですよね。あ、お父さんイケメン。この名前何？ランです。ライとラン？はい。ライ？はい。ラン？ランです。エロいわ、この兄弟。お父さん、よっぽどイケメンだな、あれな。ホストかなんかだったじゃん。ホスト塗装屋か。ね、塗装職人、何年やったの、弟は。16からなんで。ああ、16から。7年目か6年目か。あ、そんなやっとんだ。はい。ずっと親父のとこで。そうですね。ほんと、親父がずっと見てるの気になるな、俺。気になるんだよ、ぶつかってた。ぶつかってた。いや、すごい。でもこのさ、会社は本当珍しい。ビソ嵐って独立して、はい、親父のとこやったの、もともと。そうです。で、高橋塗装ってお父さんのところでやっとって。はい、大橋です。あ、大橋。大橋塗装でやっとって、はい、で、まあ、独立したんだね。そうです。はい、で、まあ、塗り替え道場は安いで有名だけど、はい、まあ、一回デビューなもんで、はい、塗り替え道場行けよ、みたいな感じで。そうですね。まあ、ちょっと行ってみようか、ちょっと行ったんだね、一、はい、人で。で、まあ、ちょっとたまにこうやって暇な時手伝いに来てくれてるってことでしょ。はい。お父さん、じーっと見てるよ。監督見てよ、あの人。なんか俺怒られそうだわ。息子にあんまりいじんなよ、って言って。カメラ止まった後に、どうなるかちょっとわからないです。カメラ止まった後に、後で、あの、美装軍団にやられるよ。で、いつも3人が入ってくるわけじゃないでしょ。そうですね、はい、まあ、たまたま雨のこの現場のつなぎとかで、そうです、手伝いに来てくれたんだ。親父たちが間空いた時にこっちに来てくれて、うん、ああいいよね、はい、喧嘩にならんでも兄弟でやってると。ならないですね、仲いいですよ、うん、嘘。でもさっきなんかちょっと言いちょっとさ、お前降りてこいやーとか言って、あ、でもいつも何とか言ってで、こっちから見てるとヒヤヒヤするよね。でも普段はあんな感じで喋るんで、うん、あ、普段からもう男だけだでな、はい、そうですね。でも弟がおるんでしょ。弟います。でも弟がなんかまあまあすごいらしいじゃん。ああ、はい、違う、お父さんが聞いたけど。ああ、ボクシングですか。ボクシングで、はい、国体かなんかまで。そうですね。もう選手で、愛知県の選手になったんだ。はい。まあでも、超有名人らしいよ。すごいですよね。うん。それもたまに手伝いに来たりするんだ。そうですね。本当にたまにですけど。まあ、ほらんときでよかった、俺。もうこんな口悪いもん殴られるでしょ。嫌なんだ、そうですね。真面目です。優しく殴ってくれる人がいい。そんな感じだと思います。ソフト M だよ、俺。ハード M じゃないで。どうしたらいいんだ、面白い。緊張するんだって。かわいい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 。もうなんか恥ずかしくて。俺、ソフト M だね。お前、キモいね。かわいいかわいいかわいい。21と24だもん。若いっすよ。いや、こんで7年やって。何年やっとんの？中学校卒業してからなんで、うん、9年目ぐらいから。だってミラー明るいよね。こうやってまあ若い衆育てて、若い衆入れんの？まだそうですね、一応募集はしますけど。あ、募集はしとんの？はい。あの、二階堂上のあの、マッチングは？僕はやってないです。あれやな、めちゃくちゃ来るで人、あれ。あ、マジですか？求人マッチングあるじゃん。はい。めちゃくちゃ来るで。求人マッチングってあるんで、あの、ぜひ見てください。全国の塗装屋さんも足場屋さんもみんな載せてるから、はい、そこで求人も探せるし、はい、探してる人もね、はい、まあ、こういう時期だもんね、仕事忙しいところで。だってうちなんかもう本当に何もでも仕事あるもんな。そうですね。いや、本当に24でさ、
逆に年が近いからこういう親方と一緒にやりたいって言うんだったら、はい、全然会社の方に声出してくれたら、はい、そうですね。でその代わり厳しい、本当に仕事ね、まあまあうちでこの年で、うん、名前売れとるもん。ですまあまあすごい人ばっかりなんだうち本当に、はい、で俺もすぐ超えたいからわーちょっとギャーって言うじゃん、はい、だからいい人ばっかり多いでしょ。他の人の現場見た？は写真でしか見たことないですけどめっちゃ綺麗です、うん、綺麗だよな、はい、まあ本当に綺麗だよな、とそれから見ても本当に綺麗だよな、綺麗ですね、はい、いやここまで細かいこと言われるんだと思ったでしょ。思いました、うん、まあ、ほんでまあ厳しい方値段もね、はい、厳しいよね、ね、だけどまあうちの、まあ、メイとかどうか分からないけど毎日続けるとか、はい、だから予約がいっぱいじゃないけど、はい、工程はつまり暇とかはないようにとか、で、あと営業がきちっと動くとかだよね、はい、で材料細かいのは自分に頼めるでしょ。そうですね、はい、なんかうちだとそうです、まあ、よそだと自分持ちでしょ。そうですね、材料とかも、まあ、変な話ケチったりとか、そう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 、ね、そうだよね、はい、でその辺がまあまあ分からんけど、はい、まあね値段もでもっと安いところいっぱいあるじゃん、はい、そうですね、はい、でも安めて汚いところいっぱいあるよね、はい、でも俺この値段でこんだけの職人ね、まあまあ言うとおめえが儲けてるだけだろみたいな感じになって弟が飛んでくるね、お兄ちゃんが飛ばんでもここが飛んでくるね怖いでな危ないでな、何緊張しようじゃん、ないちゃん恥ずかしいですね、めちゃめちゃなんで全然喋れてるでしょ。え、全然喋れてるよ。本当ですか。だって今日初めてだもん。そうですよね。で44でまあまあ大きい会社の社長が突然来たら喋れんだろう。俺だったら喋れんね、いきなりカメラ回されて。すごいですね、緊張してますみたいな。じゃあ何ちょっと好感度上げようとしよう。これちょっと本当おしっこしちゃった。おしっこしたいやつだな。兄ちゃん、兄ちゃん、もうカメラもうやばいな、お前だんだん後ろに下がってとるもんなさっきこうやりに寄ったのにさ、なんでこんなに下がってちょこっとずつ、ちょこっとずつ下がっていくもんな。二人で喋ってもらったらいいかな。何を言ってるんだ、あれだ、顔って感じは。いけねんじゃん、でも本当っすよね。うん、喧嘩にならんの、でも一緒にすんの。いや、一緒には住んでないですよ。あ、でも結婚しろって言ったもんね。はい、ここはイケメンだけど結婚しろで、はい、俺こっちの顔の方がいいんだわ、この一重で、はい、ちょうどこれ失敗したけど、これマジで、はい、俺本当に一重にしてきたから、ただたるみを取ってくれって言ったの、はい、いや、こういう顔がいいんだわ、俺イケメンじゃん、ちょっと男っぽいさ、はい、わかりません、うん、これちょっとキャバクラ嬢じゃんキャバクラ嬢風じゃんお姉系やん。じゃあ俺なんかもう完全にお姉だもんね、これちょっとおかしくなったよね、本当に。あ、でもどうですか、全然ですね、どう初めて見るんであれですけど、ああ今日初めて、はい、でもなんか作ったって感じしん。そうですね、なんかなんか、はい、なんかちょっとチンコ感出てくるお前たわけよ、お前21歳たわけよ、お前ナイスガイドからね、笑顔でチンコ描いてなんかかっこいいやつやなかっこいいっすね、なんかサバリのやつやな、何やっても絵になるってやつですよね。で女にモテる体型じゃん。そうですね、ちょっとどっちかこっちかっていうとなんかちょっとねごっつい感じ、ちょっと俺はもうちょっとぽっちゃりしてるけどこういう感じでさ、まあもちろんこっちもモテるけど今時じゃん、韓国のねスラッとした韓国人ハーフみたいなね、韓国のスターの感じ雰囲気出とるやん。やめとんなお前こいつまた売れちゃうか、まただね、ええライラン、はい、ランです、はい、ラン、はい、ライランライちゃんっていうのがね、たまたまね、そうですね、今仲いい友達が、はい、あの大好きな子がおるもんで、あ、動画にも出てもらった脱毛の子見た、脱毛の子見てないっす、脱毛の店やったって、はい、ライちゃん紹介するよ、で行きたいですね。嫁も今、うん、あでももう嫁は通っちゃってるのかな、あマジ、はい、あれ、ね、確か塗り替え道場割引かなんかもあれもうやってるって言ったね、うん、まあ、ぜひまた、はい、もしよかったら視聴者の皆さんもね、あの動画で出てますんで、はい、2回ぐらい動画出てますんで、はい、そっちの方も、はい、お願いします。何話す、はい、じゃあなんか塗り替え道場の文句、営業マンの文句1個ぐらい、1個ぐらいずつ聞いてもう全部カットするで、全部カットするで、全部バチッとカットするから。本当ですか、うん、はい、マイク、マイク自分で持って、自分でマイクでね、はい、え、ないないですけど、マイク、ほんとにうまーい、ほんとにないっす、こさんだけにくんだよ、ほんとないっす、そういうお兄ちゃんの不満ちょっと一個、うまあ、たまに臭いところぐらいですか。じゃあ、何が、何が、何が、脇、脇、いや、脇じゃないですか。いや、汗めっちゃかくじゃないですか。顔、顔、顔、顔。うん、そしたら、たまに背中がちょっと臭いなってことを聞いてくれないですか。クマ、クマかよ、犬か、獣、獣。ちょっと獣風だもんな。まあ、しょうがない。背中臭いのしょうがない。はい、いやー、だね、はい、ちょっと男っぽい感じだよな。そうですね。ちょっとここなんか、やさおみたいな感じじゃん。はい、
ちょっと体格もちょっとごっちり男性ホルモンのガッツリ男性ホルモンの塊風じゃん。はい、はい、そうです。ガチちょっとなんかシュッとしとるな今。不満は、じゃあ弟に不満は。弟の不満はないですね。ないよ、頑張ってくれてるんで。なんだお前こうかんない。ちょっとお父さん呼ぶわじゃん、こんなはずじゃん。ちょっとお父さん呼ぶわ。お父さん呼ぶわ。先ほどもちょっと紹介したんですけど、要はお父さん、長男、次男で三男がもうボクサー、インターハイ、インターハル、大学で、まあでもまあまあそこそこのとこ行ってるみたい。でこの二人がもう悪口言ってくれてたけど、悪口言わないんですよ。この息子ってどんなタイプなんですか。なんでこの変な格好してるんですか。絶対さっきやってなかったでしょ。ちょっと顔隠してるじゃん。いやなんかこれもうちょっとこういう風になれよとかあるんですか。まあ、こっちはずっと一緒にやってるんでしょ今。もう今のところはもうそう口出さず、まあ自分がやりたいようにちょっとやってみや、その代わり、まあ、助けてほしい時は助けたるっていう。ああ息子が、ね、そういう感じです。俺もこんないいお父さんだったらこんな風にならなかったわ。うちのお父さん動画見たろ。とんでもない親父だったな、うちの親父。人を殴ることが趣味みたいなやつだったよ。とんでもない親父だったな、うち。こんなお父さん、もううち口挟む箸の持ち方とかさ、もう茶碗とかもさ、もうほんと殴られたもん、ちっちゃい時。もう殴られた記憶しかない。喋った感じで殴られたことが多いんじゃないかな。マジで。この顔ボコボコなって整形してまうわな、それが。じゃあ本当にイケメンだよ、ちょっと一回顔見せてください。はい、まずいですか、顔出しまずいですか。いや、多分、いや本当にイケメンだよな。言われるでしょ、お父さんかっこいい。いや、そんなことない。いや、息子が彼女とか出てると、お父さんめっちゃかっこいいじゃんとか言うでしょ。男前って言います。だよな、いや俺びっくりしたもん。50やで、ね、ちょっとマスク取って、ちょっと、おい、ちょっと太郎取ってくださいよ、ちょっと。ちょっと、いや、イケメン、マジで。50やで、ね。見えないですよね、それ。これがまた息子だけど、今幸せだよね。だって俺44で、何にもいないんだもん。家帰ったら大きい家に一人で住んでるんだもん。寂しいよ。あ、でも結婚したんでしょ。はい。21と24には見えんわ、ほんで独立して。もう本当にめちゃくちゃ評判いいんですよ、ね、大統領の中で。あ、そうですね。なんでまあ動画撮りたいなって思うじゃないですか。変なやつ使うと、ね、またすぐバーって消えたとか。しょうもない悪い違いやつと付き合ってもしょうがないですか。うん、これですか。ん、これなんですか。ピヨキヨじゃないですか。ピヨキヨ。ちょっとお父さんの付き合いやっぱ微妙やわ。やっぱ親子ですね。これなんなんすかこの親子は。みんなで叩いてきて。ピヨキヨってのはどういうことですか。嘘つき。え、そうです。で、誰ですか。あ、息子、息子二人。え、こいつらもピノキオだ。じゃあ、よく分かるんだ、俺。お父さんが何言ってるか。プクじゃないですか。プクは分かるんだけど、あ、息子が二人がピノキオってことは。ピノキオですね。おしゃべりってこと。え、嘘つきってこと。お父さんがちょっと緊張のあまり壊れとるな、ちょっと。ちょっと緊張。あんま緊張はしない。して、いや、しゃべれるわ、マジで。え、はい、そう、でも嘘つくタイプじゃないでしょ。嘘つかないです。でしょ、なんか真剣、もう真面目じゃん、もうほんで素直でね、仕事は真面目です、愛嬌もいいし、はい、すごいいいんじゃないですか。まあ息子を褒められると逆に恥ずかしいんですか。いや別に、いや羨ましいですよ、だって僕44だけど子供のね、あれだもんね。これからもじゃあちょこちょこ入ってくれるんですか。お父さんちょこちょこ入ります、ね、誰も、入ったらもう抜け、まあ、逆に雨降ったらあのこっちに来てくれる。ああ、逆に、ええ、もう塗り替え道場は安いで、もう早く抜けろやって言われなさい。お互いにいい会社作っていきましょう。はい、はい、お願いします。じゃあ皆さん、はい、今日は美相嵐の若き経営者、はい、24歳、はい、とその家族を紹介しました。はい、まだ見てね。